こんにちは、じんぺいです。今回の動画は用語解説です。これから不妊治療の分野でよく聞くけどよく知らない、よくわからない用語を解説する動画も上げていこうと考えています。今回は AID を解説します。まず AID は Artificial Insemination with Donor's Semen の略です。こちら、ものによって、シーメンでなく、スペルマと書かれている場合もありますが、日本産婦人科医会のサイトに倣って、この動画では、シーメンを採用します。一つずつの単語の日本語訳は、アーティフィシャル、人工的な、インセミネーション、受精、ウィズ、ドナーズ、寄贈者、シーメン、精液となります。このアーティフィシャル、人工的な、インセミネーション、受精、ドナーズ、寄贈者の頭文字を取ったのが AID です。日本語では、非配偶者間人工受精と訳されます。一点注意ですが、AID は提供精子による人工受精なので、提供精子による体外受精の場合は、IVFD と言います。これは、In vitro fertilization with donor's semen。ちょっと発音が怪しいので、自動読み上げを使います。In vitro fertilization with donor's semen。こちらも、一つずつの単語の日本語訳は、in vitro 生体外の fertilization 受精、donors 寄贈者の頭文字を取ったものが IVFD になります。日本語では、非配偶者間体外受精と訳されます。話を AID に戻しましょう。AID を簡単に説明します。慶応義塾大学医学部産婦人科科学教室のウェブサイトからの引用です。非配偶者間人工受精、AID は、夫以外の第三者から提供された精子を子宮内に注入して妊娠を図る方法です。日本の戸籍により、法的に婚姻していることが証明できるご夫婦で、原則として夫の精子がない場合、つまり、無精子症のカップルがこの治療を受けることができます。例外として AID 以外の方法では妊娠が不可能と医学的に判断された場合も適用となることがあります。こちらのウェブサイトは概要欄へ載せておきます。こちらのサイトを見ていただくとわかりますが、慶応義塾大学医学部産婦人科学教室では、現在、AID 初診の新規予約の受付を中止していますと書かれています。では、AID はどこで受けられるのでしょうか？日本産科婦人科学会のオフィシャルサイトで施設検索のページがありました。こちらも概要欄へ貼っておきます。こちらのサイトで検索した結果、国内では15施設ヒットしました。やはり数は多くないようです。それも現在新規を受け付けていない慶応義塾大学医学部産婦人科学教室も含まれていました。その他医療機関でも現在 AID は新規の患者さんへの提供を中止しているところが3件ありました。なのでかなり数が少ないことがわかります。次に確率を見ていきます。日本産科婦人科学会、令和元年度倫理委員会、登録調査小委員会報告によると、AID による妊娠率は約 4.8% で、流産率は約 17.8% とされています。令和3年度倫理委員会、登録調査小委員会報告によれば、妊娠率は約 5.1%、流産率は
約 21.4% です。これらのデータを見ると、確率的には決して高くはないという印象です。以上が AID の用語解説になります。これからもよくわからない用語があれば調べて解説していきたいと思います。それではまた。